きっと僕は尋ねられたんだろう。生まれる前どこかの誰かに、未来と過去どちらか一つを見れるようにしてあげるからさ、どっちがいい、どっちがいい。そして僕は過去を選んだんだろう。強い人より優しい人になれるようになれますようにと、思い出ってなんだかわかるように。続けて誰かさん続けてあげるからね、いいでしょう、いいでしょう。だけど僕はお願いしたんだよ、口は一つだけでいいですと。僕が一人で喧嘩しないように、一人とだけキスが忘れたい、でも忘れない、こんな想いを何と呼ぶのかい。少し不機嫌な顔のその人は、また仕方なく話し始めた。一番大事な心臓はさ、望み通り全てが叶えられて
手数をかけました。最後に一つだけいいですか、どっかでお会いしたことありますか。